いびきだよ。いい気持ちだ、グーグー。大兄ちゃん、こんなところで寝ると風邪ひいちゃうよ、グー。大兄ちゃんは寝ることが何より好きだからな、ブー。まったくあなたたちと来たら遊んでばかりいるんだから、本当に困った子供たちね。いい？今日からあなたたちはそれぞれ自分一人で生活しなさい。一人で生活したって家がないじゃん、ブー。そうだそうだ、ブー。え、何これ？見ればわかるでしょ、大工道具よ。まさかこれで家を建てろって言うんじゃないでしょうね、お母様、ブー。大ちゃんにしちゃ物分かりがいいじゃないの、ブヒー。ちょっと、大兄ちゃん、トンカチやノコギリ忘れてるよ。そんなものいらない、ブー。どうやって家作る気なんだよ。オイラは頭で作るんだ、ブー。頭？痛そう。オイラはノコギリと金槌と釘があればいい、ブー。たったそれだけ？しょうちゃんは何を持っていくんだ、ブー。あ、あれだけ。お城でも建てる気？え、いいよ。さて、3匹の子豚さんはそれぞれどのような家を建てるのでしょうね、ブー。あら、失礼。大ちゃんはどうしてるかな？さあ、作るぞ、ブー。これでよし、あとは縛るだけだ。なるほど、これならトンカチやノコギリなどいりませんね。バッチシ。じゅうちゃんはどんな家を作っているのかな。おや、木のお家ですね。もんかな。あらあら、ずいぶんと雑ね。こちらはしょうちゃんの家です。おや、レンガ作りの立派な家ですね。お兄さんたちはもう家を作っちゃったかな。僕も頑張って作んなくちゃ。なんだあの家は。ちょっと覗いてみるか。おや、いい匂いがするぞ。クンクンクン、こりゃ子豚の匂いだぞ、しめしめ。こりゃなんておいしそうな豚だ。それでは遠慮なくいただくとするか。
チューちゃん、大変だブー、狼が出た。え、狼だって、本当？ギャーン。あららららおんや、おいしそうな子豚ちゃんが2匹もいるぞ。大ちゃん、なんで狼なんか連れてきたんだよ。連れてきたくて連れてきたんじゃないよ。狼が勝手についてきたんだよ。だったら何も僕の家に来ることないじゃないか。そんなこと言ったって僕の家まで。引き飛ばされちゃったんだよ。この家は大丈夫かな。甘い甘い、こんな掘ったて小屋家と言えるか。どうして丈夫な家作らなかったんだよ。人のこと言えるか。お二人さん仲がいいね。やあ、オオカミだ。待て、逃がさんぞ。ほら、助けて。待て。捕まえたぞ。さあ食ってやる。兄さんたち、もう大丈夫だよ、ブー。本当かな？あいつは僕の家を吹き飛ばすぐらいすごいやつだぞ。ふん、こんな家も俺の人吹きで吹き飛ばしてやる。あ、怒ってるぞ。どうしよう、ブー。わ、やられるぞ。よし、もう一回だ。ね、大丈夫でしょ。さすが、レンガのお家は丈夫だブあ、安心したら眠くなってきたなブ。僕はお腹が減ってきたぞ。こりゃダメだ、いくら吹いてもびくともせん。こうなりゃ外に出てくるまで待つしかないな。なあ翔ちゃん、食べ物ない？あ、チョコレートか飴でもいいよ。リンゴなら外の木にたくさんなってるけど。この際だ、リンゴで我慢するかブー。じゃあ取ってくるよ。うんうん。こんなもんでいいかな。いいとも。うわ、お前を一番先に食ってやる。うわ、もったいない。しまった。もうちょっとだったのに。危ないとこだった。 あれ？どうしよう。煙突から狼が入ってくるよ。待っててね、かわいい子豚ちゃん。よし、これでいこう。あれ、なんか焦げ臭いぞ。熱い、助けてくれ。それ以来、狼は二度と姿を現しませんでした。さ
それにしても腹減ったな。俺も。よし、それじゃあこれからアップルパイでも作ろう。よく言った、翔ちゃん、偉い。兄貴思いのいい弟だな、お前は。じゃあ、僕はあっちで一眠りしてるから、パイができたら起こしてね。僕はちょっとあっちで遊んでくるから、パイができたら呼んでね。ちょっと。あのね、どうしてそうなるわけ？僕が一人で作った家に三人が住んで、僕が一人で作ったパイを三人で食べるんだ。来るよ、僕は。まあ2人ともお母様の言ったこと忘れたわけじゃないでしょ。いい？今日からあなたたちはそれぞれ自分一人で生活しなさい。そりゃまあそうなんだけどさ、ここは固いこと言わずに。そうそう、それに3人で暮らした方が何かと楽しいじゃん。じゃあ僕はリンゴを拾い集めてくるからさ。僕はかまどの火を起こすよ。まあ、いっか。こうして3匹の子豚は仲良く暮らしたそうです。